皆さんこんにちは、キスケです。今回は氷塊ゼシカ使っていこうかなと思うんですけども、今回はこのシャドウ、怪しい影、魔王の影、このね影シリーズを、全て組み込んだタイプにしてます。まあ、相手からするとだいぶ取りづらいユニットが6枚ほど入ってると。でレオパルドの、身長の杖ですよね。これこっからもシャドウ出るんで、結構盤面影だらけになるんじゃないかなということで、今回はこれを使ってランクマッチ回っていこうかなと思います。まあ、氷塊ゼシカが今強いかどうかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、あの新しく追加されたこの魔王の影、これだいぶポン置きすると圧力かかるんじゃないかなっていうことで、ちょっと使ってみたかったんですよね。うん、なので今回は氷塊ゼシカで魔王の影を採用してちょっと使っていこうかなと思います。はい、ということでよろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。ゼシカミラーですね。おお、さすがに全特化しようか。はい、おお、影すげえ影うん、さあ頑張りましょう。おい、レオパルドも引いていく。なるほど。はい、エンド。お相手は何ゼシカかな。ミッドレンジタイプかな。魔導召喚をできるだけ早く、まあ、使いたいみたいな、そういうデッキなのかなっぽいっすよね。はい、さあフロストキズもいいっすね。はい、エンド。ロト妖怪です。まあ、相手の魔導召喚タイプはイオとか全体除去が入ってないとは思うんで、多分ね、それをまあ逆手に取っていきましょう。ほい、プチマージいいっすね。ほい、処理焼き尽くして、お、すごいタイムラグがある。大丈夫。はい、はい、エンド。さあプチマージガシャもちょっと楽しんでいきましょうか。レオパルドをねできるだけ安着させたいんで、この怪しい影とか、まあ、処理されづらいユニットたちを置いて、まあ、相手の盤面処理しつつレオパルド安着できたらなーっていう気がするんですよね。さあベビーパンサー、グレンで処理かな。うん、いや、フェイスか。フェイス、なるほど。ほう、フェイスか。お、シーゴーレムいいですね。じゃあまあベビーパン放置で。はい、でテンションアップ、フェイスエンド。まあ、シーゴーレム置いとけばレオパルドは安着できるような気がしますね。できるだけ早いうちにね身長の杖装備してアドバンテージ稼いでいきたいんで。一つ目ピエロ、なんだズボ、攻撃しない、オッケー。じゃあレオパルド行くか。うん、ほい、レオパルド、さあかっこいいぞ。はい、はい、ターン終了。次のターンフロストギズも置いて、まあ、ヒャドウみたいな感じでね行きましょうか。いや盤面すごい有利やから、だいぶレオパルドの44も刺さってるように見えるな。攻撃、桜がいいっすね。うん、桜吹いてる。お、走りトカゲ、へえ、走りトカゲ、まあ普通に処理しましょうか普通に処理しちゃいましょう。パンチ、はい、じゃあ影たちを置いていくか。はい、まあフロストギズマは後でいっか。はい、テンションアップ、ほいほい、ターン終了。さ
さあこの盤面どう返す？イオとか入ってるならまあちょっと苦しいかなとは思うんですが、おい今時サイレス入れねえだろう今時サイレス入れるかね。そうですか、まあまあいいでしょう、かまあかまあまあレオパルドを使えたらいいなっていうコンセプトやったけど、まあまあ置いときましょう。4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18、リーサルですかね。はい、おいおい、あれおいおい、怪しい影の4点が刺さっていく。おい、すごい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 、火力がやばい。よし、一斉射撃ですよ。王女救出。さあメラミでジャストと。おい、対戦ありがとうございました。さあここを引いてお相手ピサロですね。またしても桜が吹雪いていく。あ、これいいんじゃない、これでいこう。さあ何にするかな、何ピサロかな。しっかりと影も引いていくね。アグロ最近ね、マジでアグロに当たんないんですよね。うん、だからちょっと何かは分かんないんですが、はい、エンド。さあ2ターン目、タバサ。タバサってことは磁場系の磁場チックなピサロですかね。うん、じゃあスマーモンで、はい、エンド。私のターンだ。磁場チックピサロですか。最近は8ピサロばっかりと戦ってるから、タバサピサロは結構新鮮で良さそうかな。我が血族、はい、骸骨、なるほど。じゃあこれフェイスまず殴って、でグレン、はい、グレンの炎で焼き尽くしてあげる、うん、でブラーレ、はい、オッケー、ターン終了。盤面を徹底的に潰していきましょう。磁場で一気に増えたらちょっと対処困っちゃうんで、取れる時に取っておきましょうかね。さあトゲコンボ8の方がいいんちゃうのそれ違うが、まあ磁場やからね、ピサロナイトどんどん出してっていうあれだとは思うんですけど、はい、お、明治モモンジャいいっすね。明治モモンジャはいいんだが、はい、はい、戦うで、メイジーモモンジャ出して、はい、シャドウを手札に加えていく。ほいほい、ちょピサロナイト怖いんでね、放置しとくとジャガーメイジがぶっ刺されそうな場面ですが、無だ、全てを無に。さあ5ターン目、とりあえず徹底的にマウント取ってって感じかな。さあメイデンドール、この辺はいいでしょう。テンションアップ、 OK。 さてじゃあ影いきましょうか。うわ、デスタムーンはもう強いな。デスタムーンはもう強いが、まあまだいいか。うん、シャドウ、ラプソン、いけ、レモン農家、ほいほい、エンド。何にするか。さあさあ処理、テンションアップ。うわー、ゴンズか。じゃあデスタムーは出しといてよかったね。
我が血族。はい、なるほど。さてさてどうするか。プチマージ、とりあえずはい、ほんで パンチ。さあ氷塊後ろがいい、後ろ、メイデンドール守っちゃう守っちゃうか、そうか、仕方ないな。ほいほい、パンチエンド。さあシャドウどうする、シャドウどうする。まあピサロは全体除去があるんで、私のターンだ。全体塾が非常に優秀なんで、まあ無理なく取れるとは思うんですが、凍てつく波動、なるほど、凍てつく波動、レモンがただのレモンになっていく。ピサロの手先テンションアップ、終了と。シャドウがただのむき出しユニットになっちゃったな。はい、デスタムーア、なんならこのまま火力で押し切れそうなんで、ガンガンフェイス詰めます。はい、はい、エンド、これで次メラゾーマとグレンでリーサルですね。さあヘルバーム関係ないね。はい、残っちゃったよ。処理、はい、まあ回復はないでしょう。 OK、 テンション上げてないテンション上げてないけど OK、 テンションアップ、グレン、メラゾーマと。いやゼシカっぽい勝ち方やな。対戦ありがとうございました。なぜだこの私が。さあ高校引いてお相手制服デリーですね、高校生。メラゾーマは返しちゃおう。これでいきます。おお、魔王の影、圧力が半端ない。まあ多分テリーはあれですよね、レックステリーだと思うんで頑張りましょうかね。一旦目からユニット出てきたとしても、まあ、グレンがあるからまあ OK と。じゃあはい、エンド、見せてやるぜ。さあテンションアップ。あれ、あ、そっちか、奇跡か、なるほど、奇跡ね。はい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 、 OK です。はい、いやー奇跡はどうだ。奇跡はね、ほんまに隠密系影をいっぱい出して一気に削り切るぐらいしか、まあ、勝ち筋ないんじゃないかなとは思うんですが、うん、はい、ブラレーグレンでいいじゃん。エンド、まあテンションスキルで取られちゃうんですが、まあそれは仕方ない。とりあえず除去。そのスリーブかわいいな、そのスリーブかわいいですね。さあテンションスキル、ただね奇跡テリーって皆殺しとか入ってるんですよね。試し切りといこうか。これは美味しいな。剣の手入れ使ってくれるのはありがたい。もう奇跡ということが確定しましたね。さあ頑張りましょう。プチマージ、これはオルゴで。はい、デミーラ、出せるときに出しておきましょう。魔王の影使いたい、魔王の影使いたいけど皆殺しで、なんかおお、やっぱり入ってる。
まあそれありがたいな。うん、ありがたい。優しき祈りで奇跡装備か。まだ引いてない。パプリカン。なるほど。なるほどなるほど。そしたらこうかな、オルゴデミーラ第二形態でプチマーチ、まあ、テンション回らないとは思うんでこれでいきます。回ったらもうちゃんちゃんですよ。さあ魔王の影2枚の圧力でしっかりと削り切っていきたいですね。お、なるほど。ん？こうやっていつから変わりましたっけ？これ武器カード1枚引くない場合は代わりにコンボを手札に加えるって、こんな表記なかったっすよね前まで。さあシャドウいいね、この影たち。はいはい、シーゴーレムテンションアップ。さあフェイス削ってる余裕があるのか。エンド、はいはいはい、とこれ魔王の影見せたら渾身するんちゃうか。この盤面もうすでに絶望やと思うけど。ああ、ビッグシールド。さあ魔力共鳴。そしてテンションアップ、テンションスキル発動。うん、え、なるほど。いやー、なるほどなるほど。いやこれ皆殺しぶっ刺さるな魔王の影に。どうしよう。どうしようかな。細かいユニットとりあえず並べてから魔王の影いきましょうか。うん、それが一番強そうですね。さあそしたらまずシーゴレム、はい、メイジモモンジャ、はい、でシャドウ、はい、これでエンド。かっけえ。これかっこいいっすよね普通に。見せてやるぜ。さあ8コスト盾魔人。あれ奇跡、その奇跡なくなったら終わりちゃうの。大丈夫、その奇跡がなくなったら終わりな気がするんですが大丈夫かな。じゃあ魔王の影いっちゃいましょうか。はい、かっけー、すげえ威圧感、威圧感半端ねえ。さあじゃあどうしようかな。盾魔人削っといてもいいような気がするけど悩むなぁ。とりあえずテンションアップ、ヒダメージマイナス1、まあ盾魔人ですよね。さてどうするか。氷が欲しいね。氷がないからちょっと動けない。まあフェイスでいっか。ほいほい、エンド。氷欲しい。フロストギズモがあればだいぶ変わってくる。さあ9コスト、魔王の影が強そう、強そう、すごい威圧感。77ステルスはだいぶやばいでしょう、怖いでしょう。うん、ブラレー、はい。ネクロバルサー、皆殺しはない、オッケー、これだけで十分処理処理で、それは処理か、オッケー。行くわよ。
ャド。氷欲しいな、氷欲しいな。2点は出せるけど、とりあえずテンションアップ、グレン。はい、焼き尽くして、でオルゴ。はい、燃やし尽くして、はい、で、はい、おい、うん、キャド持っとくか。フェイス、キャド持っとくか、キャド持っとくか。何回言うんや、持っとこう。見せてやるぜ。ちょっとまあ4-3ちょっと奉仕、多分当たってくると思う。ギガブレイク、ギガブレイク。はい、除去札が豊富ですね。お、天空の H、 皆殺しだけは勘弁してください。処理 OK しないか、どうする。処理、はい、でフェイスで回復していくと。殴り合いですね、殴り合いならこっちステルスいっぱい入ってるんで有利じゃないかな。剣人コンボですね、それ。コンボやな。わあ、いいね。うーん、悪くないな。じゃあオルゴデミーラ第4形態。怪しい影、怪しい影、これは高烈かな。さすがに固めるなら高烈にギガブレイク打ってって感じですよね。はい、これでいきます。まあこっちの方が多分大事だと思う。さあさあ、タバさあ、ギガブレイクあたりを探しに行ってんのかな多分。天の手入れ、粘るね、その奇跡。おしゃれな番だな。ギガブレイクはもうない。ほんで、ビッグシールド、ビッグシールド。お、イカズチ、とりあえず殴っていく。ほんで、怪しい影たちが、ハヤブサも入ってんや。へえ。すごいね。さあフロストギズも引いていく。よーし、強い。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は氷塊ゼシカ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。魔王の影がだいぶ圧力半端ないですよね、やっぱり。で、その他、シャドウとか怪しい影も、まあ、盤面処理にも使えるし、フェイス詰めるときにも使えるし、だいぶ使い勝手がいいですよね。まあ、レオパルドはちょっと使えなかったんですけど、ちょっといてつく波動、違うわ、サイレスか。サイレスはちょっと予想外でしたね。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローも。お願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。